皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日はこちら TS 第一ラウンド選手を見ていこうというふうに思います。はい、というわけで純正リアタイ目線でですね、今回登場している TS 第一ラウンド選手見ていこうかなというところです。それでは早速阪神からいきましょう。関川選手というところで弾道低弾道ミート79、パワー61、走力72というところですね。で、まあ、適正は66の C というところです。キャッチャーを守れるんですね。で、ファーストとレフトを守れるというところです。で、まあ、特殊能力は、流し打ち20丸、アベレージヒッター、対右投手というところで。うん。まあ、低弾道なんでね、ガチョーダ、リアタイ目線で入ってくるかって言われたらちょっと難しいですけど、まあ、ここは、そこまで必須とは言えないんじゃないかなというところです。続いて、栗原選手というところで、弾道、パワーヒッターをミート82、パワー76、走力64というところです。で、まあ、守備適正が、ファースト57の D というところですね。で、特殊能力が超パワーヒッター、広角打法、チャンスというところで、広角のパワーヒですね。まあ、ここは全然獲得ありなんじゃないかな、というふうに思っております。まあ、本当に代打でもいいですし、ファーストっていうところも全然ありなのかなと、DH とかもね。うん、結構、右バッターの強打者というところで使い勝手いいんじゃないかな、というところですね。続いて、山崎選手というところで、984、制球78、スタミナ64というところですね。で、まあ、球種見ていくと、ストレート、スライダー、スローカーブ、ナックル、ツーシームファストに、上のツーシームですね、カットボール、チェンジアップと。で、特殊能力が伸び20丸、対右打者、対ランナーというところで、これは多分セレクションで出てたかなというところではあるんですけど、まあ、今のよりは強いのかな、どうなんですかね、というふうには思うので、ツーシームですね、上のツーシームがないのかな、今は。なんで、まあ、その上のツーシームついてるやつで、なんかタイピンのシリーズとかありましたよね。そこら辺持ってない方はありなのかなと。まあそこ持ってる方も全然、うん、好みなのかなと。スラカットとかもありますしね。うん、全然ありなんじゃないかなというふうに思います。続いて、巨人丸選手というところで、弾道、高弾道、ミート79、パワー80、走力74というところです。でも守備適正は79の B というところですね。特殊で A まで行くと。で、特殊能力が超広角打法、パワーヒッター、選球眼というところで、まあ、ここも今のね、丸さんと比べたら全然本当に強いのかなというところではあるので、まあ、守備エール広角で、ステータスもね、かなり高いので、ここは巨人純正ですね。まあ、センターはどうなんですかね。割と一択な気もしますけど、まあ、本当におすすめなのかなというところです。続いてヤクルト田中選手というところで弾道低弾道ミート72パワー60走力72というところです。で、まあ、守備適正が80の A というところですね。補給81とスリング68、肩が55と。で、特殊能力が流し打ち20丸、選球眼、守備職人というところで、まあここは基本的には守備要員っていうところで割と個人的にはありなのかなというふうに思ってます。結構ねヤクルト野手強いんですよね、他のポジションで。セカンドがね、まあ、一応今山田さんいますけど、パワーヒデっていうところでね、まあ代打出せるなら出してもいいのかなというところで、結構他のポジションはね、うん、一試合任せたい選手多いのかなというところで、全然セカンドに代打を出すっていうところありなんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。なんでまあ割と結構オーダー揃ってる方とかはですね、ここら辺詰めていってもいいのかなというところなので、セカンドね、枠ありなのかなというふうに個人的には思います。続いて中日大野選手というところで980、制球76、スタミナ83というところです。で、球種見ていくとストレート、高速スライダー、ツーシームですね、下のに、上のツーシームにチェンジアップと。うん、この球種で来るんですね。はい、というところで、うん、まあ、ここは強いんじゃないかなというところです。で、まあ、特殊能力が伸び20まで奪三振、阪神キラーというところで、さすがにね、この上のツーシームの大野さん持ってない方は獲得しに行かないといけないのかなというところですね。確実に先発ロートには入ってくると思います。続いてオリックス足立選手というところで弾道低弾道ミート72パワー60走力81というところですね。で、まあ、守備適性が高い82の A というところで、ここはかなり魅力なんじゃないかなというところです。で、まあ、特殊能力が対左投手固め打ち守備職人というところで、ちょっとね打撃の期待値は低いので、まあ、割とねオリックスはショートを代打出す、うん、ポジションかなっていうふうには思うので、まあ、そこを使うのありなのかなというところですね。続いてロッテは沢村選手というところで981、制球61、スタミナ62というところですね。で、まあ先発の活用さえいけるとここもでかいのかなというところですね。球種見ていくとストレート、スライダー、カーブ、スプリットにツーシーム、カットボールというところで、うん、まあ球種も強いですね。今とそこまでは変わんないのかなというところであるんですけど、超大ピンチ持ってますと、うん、
まあ、ここ全然先発でもありだなというふうに思いますね。まあでもなんか中継ぎもね、超大ピンチあるので、本当に超大ピンチの場面で中継ぎ出すっていうのもかなり強いのかなというところですね。まあここはロッテ人生ね、今も現役で、沢村選手でやってますけど、まあここは TS の方がさすがに強すぎるかなというところですね。続いてホークス森選手というところでいきなり来ましたね。980制球77スタミナ65というところです。でまあ球種見ていくと、ストレート、カットボール、スローカーブ、フォーク、シュートにスライダー、パームというところで、まあまあまあぼちぼちかなと。スラカットあってパームとかも特徴的なのかなというところですね。ナックルカーブとかがないですね。で特殊能力は超大ピンチ20丸伸び重い球というところで、2014年のやつというところで1年目か。まあまあどうかな。なんか本当に森さんはね、いろんなシリーズで出てもおかしくないのかなというふうに思ってるんですけど、まあ超大ピンチあるんでね、ここはかなり強いのかなというふうに個人的には思ってます。まあ本当に取れるなら取りたいのかなと。超大ピンチあるだけでも全然違うのかなというところですね。続いて唐島選手というところで、9位74制球75スタミナ74というところです。でまあ球種見ていくと、ストレート、スライダー、スラーブ、チェンジアップ、サークルチェンジにツーシーム、スローカーブというところで、まあ球種はぼちぼちなのかなというところですね。結構曲がりが小さいので全体的にね、マスクはちょっときついところかなと。あとは先発しかできないというところですね。先発若入ってくるかって言われたらちょっと微妙なところなのかなというふうに個人的には思います。でまあ特殊能力は規定20丸緩急タイピンチというところで、タイピンあってもなというところですね。普通に小さいかなというところですね、曲がりが。なんでまあ結構リーグ向けな気もしますけどね、唐島選手。続いて野上選手というところで、9位77制球81スタミナ72というところです。で球種見ていくと、ストレート、スライダー、スローカーブ、フォーク、サークルチェンジ、シュートにカットボール、まあ、スラカットっていうところですかね。で特殊能力はコントロール20丸援護切れというところで、まあちょっとさすがに、先発枠本当に足りてないっていう方とかはありなのかなというところではあるんですけど、まあ本当にオーダーが揃ってきたら入りはしないのかなというところですかね。まあそこまで無理しなくていいと思います、リアタイ的にはね。続いて2チャーム近藤選手というところで、弾道ラインドライブ、ミート84、パワー63、走力66というところです。でまあ守備適性がレフト55の D というところで、一応ライトが62の C というところですね。で特殊能力が超アベレージヒッター、広角打法、選球眼というところで、2020年とまあちょっとパワーがね低いというところですね。ただまあ普通に広角ラインドライブなのでありなのかなと。結構ねキャッチャーのシリーズとかあったりするので、まあ2チャーム純正近藤さん、どうなんですかね。まあ過去シリーズ持ってる方は無理して取らなくてもいいのかなとも思うんですけど、そこまでね大きくは変わらないので、本当に持ってない方はですね、獲得した方がいいのかなというふうに個人的には思います。はい、とまあそんなところですね。アーティストとかいないですねっていうところで、まあちょっと意外と見劣りするなっていうところではありますけど、例年と比べたらね。まあでも本当に各球団見ていくと必須選手多かったので、まあ割と取った方がいい球団は多いのかなというところですね。まあ特に、まあカープも取った方がいいのかなと、横浜も、巨人も取った方がいい、ヤクルトも中日も取った方がいいですね。足立選手も全然、ショートの守備要員としてはかなりいいと。で沢村さんも絶対取った方がいいですね。森さんも取れたら取った方がいい。唐島選手はちょっと分かんないですね。岡部選手も近藤選手は取った方がいいと。結構純正目線で見ると欲しい選手多いのかなと。12球団だと入らない選手がほとんどなのかなっていうところではあるので、本当に純正向けって感じしますけどね、個人的には。はい、まあそんなところで本日は終わろうかなというふうに思います。またねランキング走って各選手ね、ピックアップ動画撮るんじゃないかなというところなので、ぜひ楽しみにしておいてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降も動画出すと思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。では、伊豆でした。